ンコン、こんにちは、こんばんは。無人島に一つだけ物を持っていけるとしたら、僕は携帯かな。サバイバル配信とかやったら楽しそうじゃない？毘沙門天下です。電波はあるのか？俺は料理とかで必要になるし、ナイフかな。大黒天しずきです。はい、俺はタイヤじゃなくて釣り道具かな。飯食えないと困るし、エビサーモンだぜ。そうやな、俺は君かな。福禄小次郎やで。福禄はほんとキザな言葉よく吐くよな。みんなタイトルコールいくよ。演技物語。この前さ、ハッシュタグ縁起物ってファンアートキャンペーンやったんだけど、たくさんの方がイラスト投稿してくれました。まだ活動始めたばっかりやから早すぎるんとちゃうかなとか思ってたけど、いっぱい投稿してもらえて嬉しいな。すごくかっこよく描いてもらってて少し照れた。せっかく描いてもらったんだし、みんなで紹介していこうぜ。せやな。じゃあプロジェクターに移してみんなで見ていこう。早速紹介していくよ。まずはこちら。おお、すごいね。アモンやん。すげー、俺なんかめっちゃ愛らしくない？特徴捉えてるな、キャサバとか。おお、すげー。アモンの大好物も書いてくれてる。ほんとだ、たい焼きじゃん。すげー、すごいね。ありがとう。なんかアモンの着てる服ってさ、すっごい細かくできててさ、書くのもすごい大変そうやけど、めっちゃうまいこと書かれてんな。確かに、ここのなんかふわふわの部分とかな。すごいな、書いてくれてるな。どうしたな、自分のお気に入りの服もこんな風に書いてもらえると嬉しいよね。めちゃくちゃ嬉しい。たい焼きもちょっとつぶあんっぽいんだよな。お、俺が好きなやつ。ほんまやん。ありがてー。いいなー。あー、お腹空いてきたなー。なんかやっぱりさ、かっこいいって感じよりかわいいって描いてくれてる人の方が多い感じ。そうなんだ。そうだね。まあ、悪くないな。あー、そうやな。月城さん、わらび餅さん、シチューさん、ももひきさんで合ってるかな。糸吉商店さん、久米野さん、ゆまいらさん、サーチさん、フォルテさん、カナノンちゃんさん、ありがとな。ありがとうございます。ありがとうございます。続きましてこちら。おお、僕だ。いいね。うわ、嬉しい。みんなおしゃれな感じに描いてくれてるな。でも手もあのキツネ、あのコンコンしてるのもあるね。そうだな、ほんとだね。天下がいつもしてるピアスバッチリ描いてあるやん。ほんとだ。 おまけ、みんなかっこよく描いてくれてて嬉しいな。これ何、ドット？ドット絵すごいよね。こういうのを描いてくれてるって思うと、僕たちももっと頑張ろうって思えるよね。HAK ハクさんかな、白石クレハさん、糸吉商店さん、いちごミルクさん、愛さん、サーチさん、リザさん、萌えさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。嬉しいな。ではでは次も見ていきましょう。どうぞ。ジー君だね。めちゃくちゃ男前やん。お寿司とカレーもある。あ、ほんとだ。なんかはずいな。みんなありがとう。あと猫と喧嘩してる。あ、ほんとだ。あ、ほんとだ。怒らせてんの？やっぱお寿司食べてんの可愛いな。確かに。りょうくんさん、ゲーミングケロケロさん、ピューラ2号さん、青木舞さん、階段下のトモさん、グラリさん、本当にありがとう。ありがとう。ありがとうございます。じゃあ次はこちら。やったー、あ、なんか色っぽいよな。うん、小次郎は服の着こなしとかなんかフェロモンが出てるよね。うん、やろう。どことないうさんくささが逆にって書いてある。右下大丈夫これ。どことないうさんくささ褒めてるちゃんと。でも顔面いい、方言ありがとう。全部褒められてるじゃん。本当だよ。よかった、結論全部大好きって書いてある。よかった。愛があるな。なんかやっぱ大人って感じがするな。うん、やっぱりみんなより大人やから。いちごミルクさん、おろかなりさん、桜井さん、レインさん、サクさん、ありがとうな。みんな大好きやで。ありがとう、ありがとう。縁起物語。短い期間だったんだけど、複数枚書いてくれてる方もいて、特に気になった方をご紹介するね。お、ではこちらです。ドン。おお、すごい。かわいいよね。いい。ハッシュタグキャンペーンが始まる前から一番最初にファンアートを書いてくださってたんだよね。めっちゃありがたいな。お、ここ配信のやつも書いてくれてる。ほんとだ。ほんまや。あ、
センブリ茶の会か。あそうだな、あーのところとか特徴捉えてくれてるよね。こんな顔してたよ。うん、してた。ノリさん、動画見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ではでは、もう一方ご紹介します。こちら、おお、すごい、キーボクがめちゃくちゃかっこいい。普通にすごい枚数だな。いろんなパターンのイラスト描いてくださってるんだよ。あ、なんかミニキャラっぽいやつもあるな。あ、確かに。本当だ、なんかギャラリーに来たみたいな感じするね。ほんまに。後ろ姿にこうなんか文字描いてる絵とかあるな。背中で語るスタイル、かっこいい。よく見てくれてるんだな。本当だよね。嬉しいよね。俺たちの服のさ、この後ろ側とかさ、うん、結構想像で描かないと。確かに、ね、見せておくか。今見せておこうだね。ほら、こんな背中、こんな感じだ。ただいまいさん、たくさんの投稿ありがとうございます。励みになります。ありがとうございます。ありがとう。そして猫を描いてくださった方もいたそうで、こちら、ドーン。おーおーおー、これあれか、俺らのテーマカラーを意識して描いてくれてんのかな。ほんまやね。なるほどね。めちゃ可愛いです。トリガーさん、かなのんちゃんさん、だし巻き00さん、山田かなめ1233、ありがとうございます。ありがとうございます。最後に4人全員を描いてくださっているイラストをご紹介していきますよ。ドン。それぞれの特徴が出てるな。シルエットの方も誰が誰って分かるもんな。こんな感じ、こんな感じな。こんな感じ。アボンっぽいよね。僕もコンコンってやってる。すごいな。すごいな、これ。このシルエットってあれか、ミュージックビデオで俺たちがやってたやつ。そうだな。そうやね。初めて出た PV とかもこんな感じじゃなかったっけ。ああ、そうだそうだ。27って書いてニーナさんかな。あとカナノンちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。次はほのぼのとした雰囲気がとっても素敵なイラストです。ドドン。おー、すごいね。すっごい癒されるわ。和気あいあいとした雰囲気がとってもよく出てるよね。なんかこう浮いてる感じ、浮遊感というかさ、動きがあってめっちゃいい感じだよな。なあ、いいよ。え、めっちゃいいやん。こういうステッカーとかあったら僕パソコンに貼りたい。いやー、いいねそれ。全部貼りたいな。こういうパステルカラーっぽいのもやっぱり合うな。あったかい雰囲気もすごくね、ほんわかしていいね。そうだね。きなりかほさん、ゆきはるさん、ひな01さん、ありがとうございます。ありがとう。続きましてこちら。おお、すごい。これはまた全然違うんだな。なあ、すごい素敵だな。なんかアーティスティックなのを感じるな。確かに。でもなんか俺らの特徴しっかりこう伝えてくれて、なんか嬉しいよな。嬉しいね。すごいな、いろんなジャンルの絵が描けるんだな、みんな。すごいな、壁紙にしたいもんな。こっちスマホの壁紙で、こっちパソコンの壁紙。いいよな、そういうの。インクブラックさん、キューマさん、ありがとうございます。ありがとう。次でラストになります。おー、ラスト。いくよ。ドドン。おー、すごいわ。すごいな。色合いもカラフルで、なんかめちゃくちゃ演技がいい感じがする。そうだよな。一人一人の表情もみんなすっごいいい感じだよね。元気になれるって感じのイラストやな。みんなの立ち位置とかもなんか奥行き感あってすごいな。お、俺一番前だな、全部。そこだよな。アモンが先頭突っ走ってってよ。アモン背ちっちゃいから。なんだよ、そうだな、違うからな。これもう全部貼ろうぜ、もう部屋に。部屋中貼っちゃおう。貼ろう、貼ろうか。そうだね。メノマロン KY さん、イジーさんかな。ありがとうございます。ありがとうございます。縁起物語というわけで、本日はファンアートキャンペーン中にご投稿いただいたイラストをご紹介させていただきました。皆さん、キャンペーンに参加くださり本当にありがとうございました。ありがとう。ありがとう。みんなのファンアートですっごい元気をもらったぜ。俺らもお返ししていけるように日々努力していかないとな。うん。ファンアートハッシュタグは引き続きシャープ縁起物になるので、これからもぜひ投稿してくれたら嬉しいです。イラストに限らず、キャラ弁とかコスプレとかもしてくれる人が増えたらいいなぁなんて思ってます。あ、それめっちゃ楽しみだな。あ、うん、ほな、今日はこんなところで。それじゃあ行くよ、せーの、 See you! またね。ありがとう。ありがとう。